エウドキア・マクレンボリティサ、1021年から1096年は、東ローマ帝国、ドゥーカス王朝の女帝。最初コンスタンティノス10世ドゥーカスと結婚し皇后となるが、1067年に夫コンスタンティノス10世が死去した後、女帝として即位した。しかし、民衆や貴族は強力な軍事政権の樹立を望んだ、ため、エウドキアは、 カッパドキアの将軍ロマノス・ディオゲネスと結婚し、彼に好意を譲って即位させた。これが、ロマノス4世ディオゲネスである。1071年、夫、ロマノスが、セルジューク朝と戦って大敗した上捕虜となった後、先父との間に生まれていた息子ミカエル7世を、即位させた。彼女は、コンスタンティノス10世ドゥーカスと1050年以前に、結婚した。 彼との間に彼女は7人の子供を設ける。コンスタンティノスが1067年5月22日に死去すると、エウドキアはアウグスタとして即位し、コンスタンティノスの弟でカエサルのヨハネス・ドゥーカスと一緒に、ミカエル七世とコンスタンティオスの摂政となった。即位時ミカエル七世はすでに申請できる年齢であったが、弟らが共同皇帝となり、エウドキアが 帝国の統治を行った。彼女は死の床のコンスタンティノスに再婚しないことを誓っており、ロマノスディオゲネスを投獄し追放した。ロマノスは皇帝の位を伺っていると疑われていたのである。しかし、エウドキアは単独では、東方の侵略を防ぐことができないことが分かっていた。ため、ヨハネス・ドゥーカスやコンスタンティノープル総主教ヨハネス八世。 および息子ミカエル7世の許可を得ないまま、誓いを破りロマノスと再婚した。エウドキアは、コンスタンティノープル総主教ヨハネス8世に接近し、エウドキュアが署名した再婚をしない旨の宣誓書を引き渡し、帝国のために、この再婚に賛成することを公表するよう説得した。これにより議会は、最終的にこの再婚を承認した。 この結婚は1068年1月1日に行われ、ロマノスはすぐに共同皇帝ロマノス4世となることを宣言した。ロマノスの支援を受け、エウドキアは差し迫った危機を脱することができた。エウドキアは、ロマノスとの間にニケフォロス及び、レオノに難を設けた。エウドキアとコンスタンティノスとの間の息子である、アンドロニコスは、ロマノス4世により、 共同皇帝とされたが、アンドロニコスは父、母及び兄弟らにより、権力の座からすでに遠ざけられていた。夫ロマノスは、好戦的で身勝手な性格であり、次第にエウドキアを、権力の座から遠ざけたため、エウドキアとロマノスとの関係は、良好とは言えなかった。1071年のマナズギルとの戦いにおいて、ロマノスは、 セルジュクトルコに囚われた時、エウドキアとミカエルは、ロマノスが生存していることが判明し、コンスタンティノープルに帰還するまで、再び政権を握った。ヨハネス・ドゥーカスとバリアーグ・このエタイは、エウドキアに対して、ミカエルに権力を譲るよう強要し、修道院に引退させた。1 7 8年にミカエル7世が、ニケフォロス3世により、廃位された後、神経は、 エウドキアと再婚するため呼び戻した。しかしこの計画は、カエサル・ヨハネス・ドゥーカスの反対により実現せず、エウドキアは1081年のアレクシオス一世、コムネノスの即より後に、修道所として死去した。歴史家、ニケフォロス・グレゴラスは一世紀後に、エウドキアについて、第二のヒュパティアと記述している。 エウドキアの著作とされるものに、オメガニューイオタと言われる歴史と伝承に関する辞典がある。この書には夫、ロマノスから、エウドキアに向けての序文が付けられており、神や英雄たちの系譜や変容を、古代からの神や英雄を称えた偶話を集めたもので、哲学者らの批評も含まれているとされている。しかし、この書は現在では、後世の編集によるものと考えられており、 誤って、エウドキアの著作とされたが、実際には1540年頃の偽作者、コンスティンティーン・パレオカッパによる編纂と考えられている。この著作の編纂にあたり、ディオゲネス・ラエルティオス・ヤスーダ辞典が用いられている。ロマノス4世の金貨表面にミカエル7世とその弟アンドロニコスを呼び、コンスタンティノース、里面に、キリストに体感されるエウドキアと、 ロマノス4世、コンスタンティヌス10世との間に以下の子女を設けた。ロマノス4世との間に二難を設けた。ミカエル・プセルロスは皇帝家とは親密で、エウドキアは彼を叔父のように偶していた。彼によると彼女は大変高貴で、美しく、知性があったという。ありがとうございます。